はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミノケンジです。さあ、本日の動画は、スイッチのネタービースタリオンアップで入りましたね。で、まあ、ロード時間の改善に関しては、まあ、多少実感をしたかなっていうレベルなんで、もうちょっと期待してたんですけれどもね、ロード時間に関してはね。まあ、今後のアップデートに期待って感じですかね。で、フレームレートが下がってしまう不具合に関しては、ちゃんとね、修正されてましたね。まあ、あとは、プレイに関して、めちゃめちゃ影響があるっていう感じのではないんで、まあ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 。で、今後、年始以降もね、アップデートの予定があるっていうことなんで、まあ、いろいろとね、期待はしたくなりますよね。で、まあ、今後のアップデートで期待することって、まあ、似たような動画を上げたんですけれども、ちょっとね、具体的に、どういう理由でこういう風にしてほしいかなっていうのをね、ちょっとね、述べたいかなと思います。で、まあ今後にアップデートしてほしいことですね。まあプレイ面の方で言うと、まあやっぱりレースバランスの改善ですよね。まあレースバランス、まあ今逃げ先行有利っていうのがあるんで、まあリアルでもね逃げ先行有利なんで、そういうバランスっていうのは別にいいんですけれども、さすがにちょっとね前が壁になりすぎるというか、まああと現実の方でありえないような動きとかしたりとかもしてるんで、もう少しレースバランスの改善、まあリアルに沿ったような結果が出るといいかなっていう風なのはありますね。まああと落鉄しすぎとかね。まあ落鉄に関してはリアルでどの程度起きてるかっていうのは知らないんで、ちょっとあれなんですけれども、まあこれゲームなんで、そこまで落鉄要素いらなくねっていうような感じですよね。さすがにちょっとリアルに寄りすぎなのかっていうかどうか、なんかちょっと微妙な感じなんだけれども、まあリアルに寄りたいっていう風な考えで言うんだったら、まあちょっと明らかな進路妨害の車高とかも、なんとかしてくれよって感じなんだけど。で、次に改善してほしいことっていうか、まあこれはまあ DLC とかにも関わってくるのかな。守護場の増加ですよね。まあ、現在、まあ、ロイヤルチャージャー、ニアクティック、ネイティブダンサー、ナスルーラ、この4系統でほぼほぼ構成されてるんですけれども、実際に、まあ、国内で守護場入りしてる馬収録されてないのもいるし、なぜそれを収録されてないのかっていうのが、ちょっと納得いかないっていうか、まあ、例えば、キムヤ系の立派な後継守護場になってるダノンレジェンドとかね、まあ、一応、あと、エルド系で言うと、ちょ、メジロマックイーンのこともない、の、インザグリングラスとかね。まあ、あとクラウドファンディングで商売入りをした、クワイトファインとか、もういるんで、その辺も収録してほしいですよね。なんで国内で商売入りしてるのに、収録されてねえんだっていう、ちょっと納得いかないなーっていう感じはありますね。まあ、少なくとも、国内で、ね、商売入りしてる馬ぐらいはね、収録すべきかなっていう風なのはありますよね。まあ単純なプレイ面で言うと、やっぱり血統の幅が広がれば配合の幅がね広がるんで、今現在完璧な配合っていうものを行える馬が全然限られてるんでね、まあ、理論的にできる馬っていうことだけで挙げれば結構いるんですけれども、その完璧な配合を行うまでの前段階で必要な守護場っていうのがめちゃくちゃ足りてないんで、この辺がちょっと問題かなっていうか、まあ問題っていうか、プレイする上でのプレイの幅が狭まってるっていう、ちょっともったいないんですよね、そこら辺がね。まああと、トムフール系のシルバーチャームとかもいればいいのになーっていうね、前作ではねいたんですけれどもね。で、守護場の一覧を見ると、まあ今、ステイゴールドとか、まあシンボリクリスエスグラスワンダーとかね、まあキングカメハメハとかもそうなんだけれども、今現在、守護場引退、もしくは、もうすでに亡くなってるっていう馬が収録されてるのに関わらず、今年3区デビューしたダノンレジェンドとかが収録されてないっていうのもね、ちょっと納得いってない理由の一つですね。ちょっとおかしくないって、もうちょっとちゃんと今の、守護場の事情に沿ったようなリストを
作るべきだし、まああくまでゲームなんで、それプラスまあ近年引退した馬もまあ入れといてっていう感じにした方が、まあより面白い配合もね多くなりますしね、プレイの幅も広がるのでいいと思うんですけれどもね、まあ容量の関係とかもあるのかちょっとわかんないけれども、そこら辺がまあ今後 DLC とかで追加を考えてるのかわかんないですけれどもね、ここら辺をなんとかしてほしいなーっていう感じですね。でもう一つ種牡馬関連で言うと、種牡馬のパラメーターの調整もうちょっとしてほしいかなっていう感じですよね。まあその海外の種牡馬で言うとナサニエルいるんですけれども、エネイブルの父親ですね。でエネイブルっていうまあすごいまあ本当に競馬史に残るような馬がいるのにもかかわらず実績 B なんですよね。安定 C っていうのはまあまあわかるんですけれども、実績は A で良くないっていうような感じだと思うんですよね。その辺の種牡馬のパラメーターの見直しっていうのもまあしてほしいかなっていう感じはしますね。まああとはそうですね、藤田七子ジョッキーがいないっていうのがまあ一つもう一つの不満点かな。まあただ単純に七子ちゃん入れてくれよっていう風な考えではなくて、実際今年の全国リーディングランキング35位なんですよね。でさらに下の方に今現在収録されているまあ騎手も多数いる中で、なぜその上に来てる藤田七子ジョッキーがいないのっていう、実績面で考えてもね、いないっていうのはおかしいですしね、なんで入れてないんですかね、全くわからない。そこら辺も改善してほしいよね。まああとはそうですね、まあ昔あった騎手の特徴とかも特にないですしね、その辺も一覧で見せてくれるといいんですけれどもね、何の戦法が得意とかね、そういうのがあればこう馬に合わせた選び方っていうのもできますしね、なかなかにそういうところが見えてこないっていうか、うん、そこら辺もなんとかしてほしいよね。まああとそうですね、繁殖牝馬の購入方法もちょっと増やしてほしいかな。今現在だとセールで買ってくるか、まああとは売り込みに来た繁殖牝馬を買うか、まああとは自分で育てたまあ種付けして生まれてきた牝馬を繁殖入りさせるかっていうのが主な方法なんですけれども、まあ、ここら辺もねなんとかしてほしいよね。まあセールに来る馬を厳選してっていうのがまあ一番の方法なんだけれども、結構めんどくさいんでね、1月の4週にセーブしたデータをまあコピーしておいて、で2月1週に出てくるリストにいなかったらまた1週戻して、でまたやり直してっていう感じにしないといけないんで、ちょっとめんどくさいよね。まあなんでだからここら辺はね、ウイニングポストみたいにまあ自由に庭先取引ができるようにしたり、で庭先取引に出てこない馬をセールで出してくれるとか、そういう風なバランスにしてくれれば選択肢の幅が広がっていいと思うんですけれどもね。ここら辺はなんとかしてほしいかなっていう感じですかね。まああとはそうだな、仮想配合かな。仮想配合っていうのは10年目以降にしか使えない機能なんですけれどもね、まあ、3代目までの配合をシミュレートして結果を表示するっていうことができる結構便利な機能なんですけれども、なぜか10年目以降じゃないと使えないんですよね。これから新規の参戦ってか客を取り込もうっていうことを考えれば、あれは普通に最初から使えるようにしておけばいいのかなっていう気はしますね。なんで10年目以降ってしか使えるのか謎ですからね意味わかんないですかそんな便利機能あるんだったら普通に最初から使わせろやって思いますからねなんでそんな制限かけたのかね、全くわかんない。そこら辺もまあ改善してくれればいいかなっていう気はしますね。まあこんな感じですかね。まああとは口取引式のグラフィックの改善とかもあるけど、まあそれはプレイ面ではねさほど影響はないんで、まあさほどというか全くはないんで、まあ改善してもしなくても別にどっちでもいいかなっていう気はしますけれどもね。まあこんな感じですかね。まあ今後もアップデートが行われるっていうことなんでね、今後に期待することもねこんな感じですね。まあ他にもねまああるとは思うんですけれどもね、その辺はね皆さんコメント欄でね、何かこういうことしてほしいなーっていうのがあったら、コメントでねちょっと教えてください。
まあ、こういう風なね、声を上げていくっていうのがね、重要なんでね、ユーザー側としてはね。あ、あとそうだ。この、ツイッターのアカウント追加してほしいかな。うん。公式のツイッターのアカウント、こういうアップデートの情報の配信とかしてくれると、ね、いち早くね、情報っていうのが、ね、知れるんでね。公式のアカウントぐらいはね、追加してほしいかなって思います。よろしくお願いしますって感じですね。はい、それでは今回の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などね、よろしくお願いいたします。あとブログもやってるのでね、そちらもよろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。